耳から覚える日本語能力試験語彙トレーニング N1 パネル屋根に太陽光発電のパネルを取り付けるセンサーガスが漏れると放置機のセンサーが働いて警告するようになっているディスプレイクリスマスシーズンは ウィンドウのディスプレイも華やかになるグッズアニメのキャラクターグッズが人気だパック卵は6個か10個で1パックになっているものが多いシングルシングルサイズのピザを注文した ダブルダブルサイズのピザを注文したカタログおぼうを百貨店のカタログから選んで相手に送ったブランド銀座には海外の有名ブランドの店が軒を連ねているフリーマーケット。 家で使わなくなった品をフリーマーケットに出して売ったスポンサーこの番組のスポンサーは電機メーカーだキャンペーンエイズ撲滅のキャンペーンが世界中で行われたイベント世界のアニメ映画を上映するイベントが行われた フェスティバル東京でアニメのフェスティバルが開かれたパレードワールドカップで優勝したチームが町でパレードを行ったライブ友達がやっているバンドのライブを見に行ったアウトドア休日には アアウトドアの活動を楽しんでいるリゾート久しぶりの休日にリゾートに出かけてのんびりしたスリルジェットコースターでスリルを味わったミステリーピラミッドの建設は古代のミステリーと言われている。 フィクション。この小説は全くのフィクションで登場人物も架空の人物だヒーロー彼はその国で初めてオリンピックで金メダルを取り国民のヒーローになったファン。映画のヒロイン役をした女優のファンになったデビュー 芸能界に新しいアイドルがデビューした。プロフィール。学校のパンフレットに講師のプロフィールが載っている。イニシャル。私の名前は伊藤隆だから。イニシャルは I. T. だ。ポピュラーな。この歌は若者の間では。 とてもポピュラーだヘルシーなこのレストランは野菜中心のヘルシーな料理が女性に人気だレシピこのケーキはレシピの通りに作れば誰でも簡単にできるスパイス私はスパイスの効いた料理が好きだ ボリューム、この食堂は安くてボリュームのある食事を出すので学生に人気があるトトラライ、イ今までやったことのない方法にトライする。チャレンジ、自分の実力より少しレベルの高い大学だがチャレンジしてみようマイペースな。 あの人はいつもマイペースだチームワークチームワークの取れた会社はいい仕事ができるプロジェクト地元商店街を活性化させるためのプロジェクトが立ち上がったパートナー結婚で人生のパートナーを得た。 セミナー大学で学生のための就職セミナーが行われている。シンポジウム教育関係者を集め学校教育についてのシンポジウムが開かれた。ゼミ私は大学で田中先生のゼミに所属している。レジュメ発表の内容を レジュメにまとめたリストサークルの会員のリストを作って全員に配布したランクランクの高い大学は受験生の人気も高いインンターンシップ最近は学生が一定期間研修できる インターンシップ制度を設ける企業が多い。リストラ。経営不振で企業はさまざまなリストラ策を行った。フリーター。彼は一度も正規雇用をされたことがなく。フリーターの生活を続けている。セクハラ。上司が部下にセクハラを働いたとして。 免職処分になったフェアな審判は競技者に対してフェアな判定を下さなければならないボイコット戦争を起こした英国に抗議するために英国製品のボイコットが世界で相次いだアレルギー私は卵にアレルギーがあり 食べるるとジンマシンが出るソフトな柔軟剤は洗濯物をソフトな手触りにするハードなこの仕事はハードな割に給料があまり良くないフォーマルな友人の結婚式に出るためフォーマルなドレスを買った カジュアルなこのレストランは格式が高いが服装はカジュアルで構わないシンプルな彼女はシンプルなデザインの服がよく似合うドライな彼女はドライな性格で物事を割り切って考えるシビアなあの先生は 評価がとてもシビアらしい。ピンチ。給料日前で今お金がピンチだ。セーフ。式に遅刻するかと思ったが、急いでギリギリセーフだった。マンネリ。この作家の小説は最近、 まんねりに陥っていいるのではないかバラエティーアンケートでバラエティのある回答が得られたパワー学生には社会を変えていこうとするパワーを持ってほしいバイタリティー山本さんはとてもバイタリティのある人で疲れるということがない ダイナミックな。高橋選手は鉄棒でダイナミックな技を次々と披露した。スタミナ。明日は大事な試合だから、栄養をとってスタミナをつけておこう。ピーク。日本では2月が大学受験のピークだ。クライマックス。 連続ドラマがいよいよ来週クライマックスを迎える。インパクトピカソの絵は見る者に強いインパクトを与える。コントラスト冬山は真っ白な雪と青い空とのコントラストが美しかった。クリアーナ新しく買ったテレビは 画像がクリアで美しいトーン説明の重要な部分は声を大きくしトーンを上げて話すようにしているニュアンスメールの絵文字は文字だけでは伝わりにくいニュアンスを伝えるフィーリング私はあの人とフィーリングがぴったり合う。 ギャップ。あの夫婦は考え方に大きなギャップがある。ステレオタイプな。想像力をつけるためには、ステレオタイプな考え方を捨てることだ。レッテル。授業にいつも遅刻する彼は、クラスで怠け者のレッテルを貼られている。フィルター。 レンズにフィルターをかけて特殊効果を狙う。ベースこの劇団は大阪にベースを置いて全国で活動している。インフラ社会の発展のためにはインフラの整備が不可欠だ。ネットワークインターネットは 世界をつなぐ巨大なネットワークだテクノロジーテクノロジーの進歩によって人間の生活は飛躍的に向上したテクニックあのピアニストは素晴らしいテクニックを持っているメカニズムこの機械の内部のメカニズムを知りたい プロセス工場を見学して製品が出来上がるまでのプロセスが分かった。フィードバックテストを返すときには教師からのフィードバックが必要だ。コンセプト新しく創刊する雑誌のコンセプトを編集会議で話し合った。ポリシーこの病院は 患者に行き過ぎた治療をしないというポリシーを持っている。アピール。この商品はお年寄りでも簡単に使えることを消費者にアピールしている。シミュレーション。パイロットの飛行訓練では機械で実際の操縦のシミュレーションを行う。アクセス。この会場はアクセスが悪く、 車ががなないいとと行くことができない U ターンこの道は U ターン禁止だシフト来週学校のテストがあるのでアルバイトのシフトを変えてもらったチェンジ彼女は髪を切ってイメージチェンジした。 フォーム。ゴルフはフォームが悪いと球が全然飛ばないポーズ絵のモデルがポーズをとっているタイミング気になる人に声をかけたいがタイミングがつかめないラストマラソンで ラストの一人がゴールすると、観客から拍手が湧いた。スムーズな。転校した当初は、周りの環境にスムーズに溶け込めなかった。サイクル。動物は、一年の自然のサイクルに従って生活している。ジェンダー。ジェンダーとしての男女の役割は、 昔と大きく違ってきている。<music>